ありがとうございます。僕の作品、一応これ、不変微の変遷、今日楽っていう作品なんですけれども、ちょっとこのままでは、実はこの作品の本質が見えてない状態でして、それがどういうことかというとですね、スマホをかざしてみると、色が変わってみるという作品を作っていまして、これが、このように。はい、このような感じです。スマホをかざすとまるで違う作品に出来上がるという作品になっていまして、スマートフォンを通して世の中の情報を得得する時代というか、皆さんスマホにこう、まあ、いい意味でも悪い意味でも依存している、時代なので、その絵画っていうすごく長い歴史の中でスマホを通してしか見えない作品があっても面白いんじゃないかということを考えました。また美術館だとその絵画の歴史とかだと撮影禁止、そして接近禁止っていうのがすごく多かったんですけど、僕の作品はカメラを通して近づいてみてくださいということをやっていまして、全てこう反対のことをやっています。実はこうやって近づいてみると、実はすごく書き込んでて、あ、キャベツ、キャベツがここにあったり、ここに実はゴーヤがあったり、ゴーヤ、ここにキュウリがあったり、こう隠れているんですね、いろいろと。こういうような、これブロッコリーですね、があったり、そういうような作っております。はい。これすべて色鉛筆で着彩していて、なのでこう近づいてみてもこう描写が楽しむことができると、そういうような作品になっています。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。2021年日韓美術交流展 in 仙台トラストでは、信頼をテーマにした作品を両国の作家が制作し出展するという企画が行われました。私は Lie of Symbi Artic Societyという作品を出展しました。人間の人間による人間のための共生社会という言葉をやめて、真の意味で自然と人間が調和して全人類と自然が信頼関係を築き上げていけるような社会を目指してほしいという願いを込めました。